今回なんですけれども、三十の国でね、根を両面使ってきました。でね、皆さん気になるところが、アラマラに、採用するかどうかだと思うので、この動画を見てね、参考にしていただければいいかなと思います。で、もう早速ね、注目ポイントなんですけど、ここね、はい、新友情がめちゃめちゃ刺さって、一捨てがね、一手抜けできますよって、まあこれはね、だいぶメリットだと思う。一捨て下りたくないよって人はね、全然この砲撃の方の、根を入れるのは全然ありじゃないかなと思います。でね、まあ下るとしたら、ビーラステージとかなんですけど、まあでもね、全然サンダルフォンとか入れていれば何の問題もないのかなっていうところですね。あとはラスゲかな、きついのは。きついっていうか、うん、立ち間、時間かかるのはね、ちょっと下りそうなのはラスゲかなっていう感じですね。まあ、ただサンダルフォン、複数持ってる人はね、全然入れておけば、まあ、勝てないってことはないと思うので、うん、全然入れるのは、採用するのはありじゃないかなと思います。ただ、パーシーとかアンドロメダとかね、あそこら辺を持っている方は、多分そっちの方が早いです、全然。全然早いので、まあ、なんだろうね、気分転換ぐらい。に使ってあげるといいのかなって感じですね。で、全然、こういう感じでね、配置とかうまく決めて、立ち回っていけばね、めちゃめちゃ火力出せるので、まあ、全然強いキャラだと思いますね。はい。で、まあ、あとは、この砲撃の方についてもうちょっと喋ると、オールアンチですね。6ターンオールアンチの方がね、かなり減速率が低くて強いので、あれをね、まあ、撃てるんだったらポンポン撃った方がいいのかもしれないですけど、今回はね、結構温存めでやってますね。はい。で、ビーラステージがね、ちょっときついって言ったんですけど、これなんでかっていうと、どっちもね、砲撃の方は、まあ、配置しておけばね、結構火力出るんですが、まあ、基本的にワープ引っかかってしまうので、うん、まあ、SS 使うか使わないかっていう感じになってきて、で、貫通、そうなるとね、SS を使うってなると貫通が2体なんですよね。なんで基本的にサンダルフォンで削っていく必要がありますね。はい。なので、まあ、ここの削りはね、結構しんどいのかなと思います。安定はしないと思います。はい。で、問題っていうか、その注目ポイントとして1個ね、ここのラウドラステージがあるんですけど、まあ友情はね、強いんですが、この後ですよね、うん、1P で動いていくんですが、まあこれちょっと見ててもらえるとね、衝撃映像が見れると思います。はい。で、ネオがね、2体とも剣持ちっていう状況ですね。で、これでうまくね、友情当てようとしていますと、はい。これでね、はい。まあ、友情が、どっちの友情も通っている。弱点、サンダバにね、どっちも通っているっていうのは、まあ、もちろんなんですけど、これですよ。はい。二手抜け。ラウドラ二手抜けって結構、できるキャラ少ないと思うんですけど、こんな感じでね、うまく条件が揃うと、簡単に、突破することができます。で、ちなみに、サンダーバード、ラウドラに関しては、このね、剣持ちしてなくても、ネオに関してはね、紋章とかつけるとか全然良い、ダメージ通るので、非常に、ラウドラステージにおいては楽になるのかなと。思います。あとはね、砲撃型の方ね、SS 使ってあげると結構、貫通タイプのまま、で、減速率が低いのでね、めちゃめちゃラウドラステージ火力出せるんで、まあ、そこは、ね、やっぱ強いっすね。うん、ラウドラステージは、やっぱ今、現環境においてね、めちゃめちゃ簡単だったなっていうのを改めて思いますね。はい。で、早く来すぎちゃって、SS が溜まってなかったので、ここで SS ダメをしていますね。はい。で、まあ、貫通の方ですね、にも触れていきたいと思います。こっちのランダの方ですね。ランダの方に関しては、まあ、ギミックがね、完全対応っていうところで、まあ、割と動きやすいのかなとは思いますが、やっぱりね、貫通なのがちょっとネックですね。貫通なので、まあ、火力を出すっていうよりかは、そのサンダルフォンを拾いに行ったりとか、まあ、そういう動きをするのが、まあ、ベタなんじゃないかなと思います。はい。で、次ではね、SS って突破って感じです。これでね、はい。まあ、殴りもね、しっかり取っていますよって感じですね。攻撃力高いので、はい。まあ、攻撃力高いのがね、めっちゃいいと思いますね。パワー型で、まあ、しかもね、スピードも、結構速いので、うん。そういったところはね、結構、火力としてはね、十分じゃないかなと思います。で、ここね、SS って突破していきますよ、と。はい。んで、まあ、冒頭も言った通り、極端にね、今回は2体、両面使いたかったんで、2体、組み込んでますが、まあ、使うんだったら1体でいいのかな、どちらかでいいのかなって感じですね。で、どっちの方がおすすめかっていうと、まあ、これまた難しいんですけど、そうだな、まあ、1捨てがね、ぐだらないっていうのが、僕的にはめちゃめちゃ楽だったので、まあ、僕は砲撃の方が30の極使うんだったらいいのかなと思います。ただ、あれね、ギミック対応がなくて SS 打たないと動き回れないっていうのがね、ちょっとネックなので、うん、まあそこぐらいかな、一個ね、言うんであれば。まあただね、他に関しては全く問題なく、スピードもね、全然速いので、まあ今回ね、7分ちょっとかな、になっているので、周回自体が。うん。まあ全然速い部類なんじゃないかな。これもね、まあ、立ち回りがね、
ものすごくその綺麗にいったっていうのはあるんですけれども、まあ10分切っているっていうのはまあめちゃめちゃ早いタイムなんじゃないかなと思います。はい。でね、まあここもちょっと削りしんどいんですけど、まあ、削りっていうよりかはこのなんていうの、村政の処理ですね、そこがちょっとしんどいのかなと思います。ネオの砲撃型の方がねギミック対応してないので、あのうまくねサンダルフォンに当たりに行けなかったりとかすると、防御アップねしてしまうので、そこだけかな注意するのは。まあでも全然ねサンダルフォンいればこういう感じで火力に困ることはないと思うので、しっかりねサンダルフォンでご利用していきましょう。はい。でね、今回は、まあ、ネオの、2P の方ですね、貫通の方の SS をラスゲで打ってみたかったので、今回ねそれを、なんていうのバフを与えるような立ち回りで動いています。はい。で 4P も、まあこれはね本当は 3P にバフを与えたかったんですが、与えられなかったので1P で与えに行きますと。はい。こんな感じね、やっぱ友情強いっすよねこれ見てるとね。うん。新友情がなんかねいろんな動く、友情が刺さらないはずのところをなんかコピーでねいろいろぶっ壊してるみたいなんで、まあ、今後もねそういう動画、上げていけたらっていうか、まあ、上げていく予定でございます。はい。でこれでねうまくバフを与えることができたんで、そこまでに突破していくっていう形ですね。はい。で、まあバフをもらっているサンダルフォンなので、ここはパックを使って、はい、まあパック使うとこないんでねこれ使っていて、でここですよね、そう減速率の話をさっきしたと思うんですけれども、ここでね 4PSS 打ちます。ちょっと減速率に注目してみていただけるといいかなと思います。はい。これでね友情引っ張っていくんですが、この減速率ですよ、2段階目12ターンなのにこの減速率、まあまあ低いと思います減速率がね、相当動き回れるので、いやマジで強いですね。もう今後もなんて言うんだろう、いろんなところをねやっぱぶっ壊すような性能をしているので、まあいろいろねこのキャラにはね注目していかないといけないですよね。はい。でここはね友情が強いので、はい、ダコ処理を終わらせてあげて、でね 2P が配置できているのでここで SS を打っていきます。2壁かな、バフはもらっているんですが、バフ弱点パネル2壁ですね。でこれで弱点に SS 打ってみると、なんとですね、まあ最初からちょっと削れているっていうのはあるんですけれども、はい、まあ7億ちょっと出してワンパンすることができましたって感じですね。はい。こんな感じでした。まあこれでねちょっと7分ぐらいなので、まあね組み込むかどうかは、ぜひね自身で考えてください。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次回の動画で。